アルゼンチンのポロトーナメント本校では、アルゼンチンのスポーツについて記述する。詳細は、アルゼンチンのサッカーを参照アルゼンチンではサッカーが盛んであり、ディエゴ・マラドーラやリオネル・メッシュをはじめサッカー史上に残る選手を多く輩出し、ブラジルと並ぶ南米の強豪国として知られている。代表チームは、フィファワールドカップの常連であり、優勝2回、 準優勝3回の経験がある。1978年には、FIFA ワールドカップ、アルゼンチン大会が行われた。国内リーグも CA リーベルプレート、ボカジュニアーズ、ラシンクラブ、CA インデペンディエンテ、c a ンロレンソであるマグロなどのクラブがしのぎを削っている。カテゴリー、アルゼンチンのバスケットボール選手も参照、マヌジ伸びり20年ほど前から一貫した。 育成強化をはじめ、90年代半ば頃から急激に強さを増し、現在はアメリカやスペインと並ぶ世界屈指の強豪国として知られるようになった。近年数多くの NBA 選手や名選手を輩出しており、中でもマヌジノビリはユーロリーグと NBA で優勝。 さらにオリンピックで金メダルを獲得した唯一の選手であり、アルゼンチンのバスケットボール史上最も成功を収めた選手と言われている。他にも、ルイス・スコラやアンドレスの使用に、ファブリシオ・ベルトや、カルロス・デルフィーノ、ウォルテル、エルマン、ペペ・サンチェス、ニコラス・ラプロビットラ、ニコラス・ブルッシーノといった数多くの NBA 選手を輩出している。国内には、LNB と呼ばれる。 プロバスケットボールリーグがある。多くの有名選手が10代をこのリーグで育ち、20歳以降にスペインリーグやセリエ A などの欧州の名門リーグへ移籍し、そして NBA へと渡っていく。代表はこれまでにオリンピック出場7回、世界選手権出場13回を誇る。2004年アテネリンで1992年にアメリカがドリームチームを結成して、 以来初めてアメリカ以外の国で金メダルを獲得。2008年北京五輪では AS のジノビリを怪我で書くも見事銅メダルを獲得しに大会連続で表彰台に立った。世界選手権では記念すべき第1回大会に開催国として出場し見事優勝した。2002年にはジノビリらの活躍で銀メダルを獲得。アメリカ選手権では金メダル2個。 銀メダル5個、銅メダル5個を獲得している。1970年代から現在に至るまで、世界のテニス界をリードする存在である。70年代後半のギレルモビラスをはじめ、男女問わず数多の名選手を輩出しており、2004年の全仏オープンテニスにおいては、史上初のアルゼンチン勢同士の決勝戦が実現した。特に男子は、南米随一の強国として知られ、 ランキングの上でも ATP による七十三年のツアー制度試行からシングルスの年間ランキングにおいてトップ百入り選手がいなかった年は二千八年現在まで一度もない。また選手層の厚さでも知られており年間ランキングトップ百入りした選手が一人だけだった年も九百七十三年、九百七十七年、九百九十四年、九百九十七年の わずか4回、2007年度には、ランキング9位のダビドナルバンディアンを筆頭に過去最多の総勢11名もの選手が年間トップ100にランクインしている。またデビスカップにおける、デビスカップアルゼンチン代表は最上位カテゴリーである、ワールドグループの常連国であり、2016年大会では、年間の初優勝を果たした。ラグビーは、ロスプーマスの愛称で親しまれている。 アルゼンチン代表が強豪国を破る実力をつけて来ている。伝統的に屈強のフォワードと意外性のあるバックスの選手を輩出している。1999年のワールドカップではベスト8に進出、スタンドオフのゴンサロケサダが安定したキックで得点王に輝いた。2007年大会では開催国フランスを二度下し、3位に輝いた。 2015年大会でもベスト4に入りしている。また、フアン・マルティン・エルナンデス、イグナシオ・コルレとアガスティン・ピチョットらが非常に人気選手であり、彼らはフランスの強豪スタッドフランスへパリでプレー中。富裕層を中心にモータースポーツも人気がある。フアン・ペロンやエヴァ・ペロンを楽しんだという。実際過去には、海一早々期の世界チャンピオン、ファン、 マヌエル・ファンジオやカルロス・ロイテマンなど多数のレーシングドライバーを輩出している。会1アルゼンチングランプリも途中中断期間を挟みながら1950年代から1990年代に至るまで断続的に開催された。現在は世界ラリー選手権の一戦としてラリーアルゼンチンが開催されるほかアフリカ大陸の正常、テロに関する不安などの要因から 2009年よりダカールラリーの開催地がアルゼンチンとチリに移されている。ボクシングにおいても70年代の世界ミドル級王座に長期政権を築いた名王者カルロス・モンソン。アルゼンチン初の世界王者でフライ級のパスカル・ペレス。60年代の WBA、WBC 世界フライ級王者オラシオ・アカバロ、スーパーライト級の世界王者ニコリノ・ローチェーラを。 排出している。また2000年代にもフライ級で、オマール・ナルバイスが長期政権を築いている。女子ボクシングも盛んな国の一つであり、マルセラー・クーニャ、ジェシカ・ボップ、エリカ・ファリアスら女子世界王者も排出している。男子ソフトボールにおいても、アルゼンチンは強豪国の一つである。2012年に、 年代別の世界選手権を制すと、2019年には、世界男子ソフトボール選手権で優勝を果たした。2019年の世界制覇時には、国内の大手放送局が報道し、マウリシオ・マクリ大統領や、元テニス選手のガブリエラ・サバティーに、元サッカー選手のハビエル・マス・チェラーノ・ラ・オークの著名人から祝福を受けた。国内においては、パラナで特に盛んに行われているという、 詳細は、アルゼンチンの競馬を参照アルゼンチンは、南米諸国の中で、最も競馬が盛んな国としても知られている。日本でも1963年より、中央競馬において、アルゼンチン共和国売が行われている。ありがとうございます。